ザイガマンナナ RSG グッドネイバーの韓国からビッグマンギャラリーについて調べてくれと頼まれた栗ご飯。その場所は死体をアートにする変態殺人鬼が住まう家だった。さらにビッグマンに仲間を殺された激おこレイダーたちに襲われ、とりあえずフルボッコにしながら奥へと進んでいくのだった。死体をアートにするやつとか怖いけど俺は頑張るから待ってろよマイスワーン。あ、これ DLC なの？さりげに僕は DLC を進めていたのですね。ふぅ。カッチャカッチャ。よし。リロードチェック。ここなんか上に、ああ、なんかあそこに、地雷があるよ、地雷が。よし。DLC マップに行かないと買えない、そういうこと、誰だ明かりを消したの？どういうこと？希望の光、明かりが消えた的な、そういう話。ここさ、俺さらっと撮ったけど地味。ああ、クワンタムバーストあるじゃん。しかも2個もあるで。よし、 HP ちょっと回復しとくか。いつまでも隠れ続けられないぞ。ああ、また伝説いるじゃん。さっきはピックマンを探してた。俺がピックマンと思われてんだけど、俺そんなやべえやつじゃないよ。殺してやるからな。おお、ニック大丈夫？こそこそこそ、俺はピックマンと違って平和な、全く真反対の男だ。ピックマンが闇なら俺はダークネス。死ね。彼女が倒れた。大丈夫、まだ生きてるかもしれないよ。助けにおいでよ。よし、ヒュン、行くぜ。ハゲー。この顔面メッキがね、だいぶ強い。懸命なメタルアーマー。もう微妙じゃねえこれ。強いの今。伝説って伝説とはカリスマが上がるメタルアーマー。カリスマ性がすごいんやな、きっと。昔シャアがつけてたとか、多分そういうやつなんや、きっと。今持ってる武器っていうのは、このハンマー、このメガトンハンマー。このハンマーはなんか、これも伝説のレイダーから奪った。動画でも多分載せてるぜ。パートいくつか忘れたけど、つい最近のやつ。コーサー倒す前の話やな。そうなの、ステータスアップ当たりなんだ。ついに捕まえたぞピックマン。スラブ、ん？俺の仲間を追って思う存分拷問にかけられると思ったか。あれがピックマンか。あれ、なんか普通の人じゃない？楽しんで殺してやる。なんお？お？お？ピックマンなんかどっちかと味方や。しかもなんか俺、なんで急に俺に来た？見えない。見えない。あだだ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 だ。くそ。あ、そうか。おお。めっちゃちょ、あっちゅ、あっちゅいよ。やめて。なんでもないよ。ライトでバレたんか。くそ、ライト目。ライトつけんとな、みんなが見えんのや。とりあえず。おーれ、ざまないぜ。ちょ、肉邪魔。肉行って、肉行け、肉。あー、俺こっち。あー、あ、こら、やめろ。危ないでしょ。ピック、これピックマン助けていいのか俺。思わず助けちゃったけど。ここでは戦争が起きなかった。肉ね、よく言えるね。さっきまでバンバン撃ってたくせに。おー、イケメンや、ピックマン。ぱっと見そんなヤバいやつに見えないけどな。な、うん、危なかった。礼を言う。いやいや、なんかあいつらが勝手に撃ってきたし、俺バンシーに値する。あなたも同じかも。なぜお前なんだ、わからない。殺人鬼だ。なぜお前なんだ、わからない。わからない。だが何のためらいもなく奴らを殺した。だって撃ってきたもん。借りができたな。いいよ。
まあ何もない。どちらにしろやっていた。そういうことや。なおさら報いるべきだ。俺の家をまた訪れたら、なんか仲良くなっちゃった。スタンレーのピクニックの絵を注意深く見てみろ。スタンレーのピクニック、感謝の印が見つかるだろう。ほう、これが必要だろう。でーん、何これ。ちょっとこのキーホルダー欲しい。でも頭っていうのはちょっとね、頭っていうのはちょっと悪趣味な。ボルトボーイ頭だけや。え、なんかピックマンと仲良くなっちゃったんだけどいいのこれ、この展開でいいの。前はじゃあこいつすぐに去らないところを見ると、これを今からアートにするのかな。放射線がすごいぞ。ちょ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 、あ、あれだあれだあれだ。驚くほど素晴らしい話。毒耐性が5増加しました。本を読むと毒耐性が強くなる。何これ、クマさんかわいい。クマさんさらになんか口になんか歯つけとるやん、かわいい。あ、ボルトボーイ落ちてる。ボブルヘッド、すごい、すごい。ロックな、ロックピックの難易度が低下。何それ。へえ、え、難易度が下がるってどういう意味。エキスパートがノービスになるみたいな、そんな話。そういうことじゃない。もうこんなもんかな。ああ、そういうこと。あのカチャカチャのところがもうちょっとやりやすくなるってことか。そういうことね。あ、これで開けれんじゃん。ローディング長いね。外は長いね。どうしてもフォールアウト4は。ほう、なんか普通の民家的なサムシングな場所から出てきちゃったけど。じゃあポン。ここどこよ。あ、ここはあれか。あ、近いね。はいはいはい。これでハンコックじゃないわ。もう一回あの A 見ろってやったのだ。A はどこかな。あ、よく見たら A いっぱいあった。全然気づかなかった。なんか普通にイケメンやったな。怪物だと思ったけど。で、え、この辺の見ろってこと？あ、なんかアクションとある。これもろに原住民じゃね？これもう完全に原住民でしょ。ああ、ポンって消えた。ああ、そういうこと。金庫になったと思った。おおーおお、コンバットライフルね。ピックマンのブレード、出血させ追加でダメ25ダメージを与える。ブレードってこれあれ、ナイフ。ドゥーン、かっこいい。なんかちょっといいじゃん、ナイフプレイがはかどる。超強いナイフ。ピックマンの霊場、なんだ霊場入ってんだ。まあこれをあげる人はにはきっといいぜってことなのかな。あ、これだけ。たまたま俺あの原住民の顔のやつ引き当ててたけど、あ、それ以外違うんだ、あれだけなんだ。たまたま真正面のやつ行ったらそれが正解だったっていう。やべえな他はもうないのか。ピックマンのブレード、シャキーン、シュッ。おおおお、早い早い。普段ちょっと、お、刺すんや。ふんふん、このメニューがはかどりそう。試し切りしたい。ははは、ハンコー、あ、違う、ハンコクじゃねえや。ピックマンの霊、名刺声なんだ。ピックマン参上、見つかるものなら見つけてみろ。こんな煽り文つけといて見つかっとったんかいピックマンの霊場。おお、びっくりした。なんかさっきの名刺とほぼほぼ変わらんかった。ありがとう人殺しって、やばい。なんか感謝していただいた、嬉しい。人殺しっていうか人食いって言ってほしかったな。よし、とりあえず確かにコルベガに行けば全然いけるな。まあそんな、そう、しょうがない。だってもう散々殺してるしな俺、しゃねえよ。で、とりあえずどっかに新鮮な肉はねえかな。早速試し切りしたくてさ、うずうずしちゃってさ、ヒヒヒヒヒ。
しょうがないしょうがない、ほら昔もなんか侍さんもなんか新しい刀手に入れたらちょっと切りたくなったとか言うし、しゃあねえべ。それが人の下がってやつよ。おお、ワンコ。あ、これダメだ、弱すぎる弱すぎる。プン、いたたたた。おお、出血死んだ。この目にうーした、どうもな。ああ、プン、刺してみる。お、ほんまやほんまや、キューンって言ってく、キューンって言ってく。結構食らうね。なんかあっち行っちゃった。ヤッフーフーフー、移動移動、出血。うい、強い、いいね、これはこれはいいですよ。いた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 。よし、なんか変態がいたよ。ハンコック市長、あの偵察の件はどうなった？ちゃんと調べたぞ。ビッグマンギャラリーで何が起きているのか調べた。調べたぞ。美しかった。自分で見ておくべきだったよ。ビッグマンは死体をキャンバスとして使っていたんだ、うん、美しかった。傷だらけだが美しかった。美しい。わかった。引いてる。いや、バレンタイン切れたし。だが町の人間にはその場所を避けるように言っても許してくれるよな。何にせよ仕事をしてくれたわけだ。ほら、報酬だ。こういう系のキャラがドン引くってあんまない気がするんだけど。いつも見ていて嬉しいものだな。そうか、よかった。いやー、ちゃんと働いたね。チェスをしたことはある？え？時としてゲームを続けるために、チェスの言ってたね。駒を犠牲にする必要は。何？ファーレンハイト何？温度温度なの？フェレンハイト的な？めっちゃ気使えたね。ちょっとね。ハンコク。どうかしたか？なんもないよ。ごめん、ハンコ、いや、ニックにちょっとさ、ちょっと俺が美しいって言ったからってその反感を覚えなくてもいいでしょ。ニックはすぐ真面目だから。まあ、いや、とりあえずこんなもんかな。おお、ここも十分悪趣味じゃねえか、お前。絶対これあれでしょ。あの、ハンコック用のなんか、そういう大人のおもちゃでしょ。もっと言わなきゃ。デイジーディスカウント。を突っ込むなよ。おお。あら、新顔さんがお店に来てくれたんだね。なんかできるおばさん感がすごい。とっても礼儀正しい。好きなものがあったら教えてね。やっぱりもう礼儀正しさがなんか、悲鳴。取引。ざっと見る時間はある。なんでもあるよ。なんでもあるよ。デイジー。デイジー。恥ずかしがらないな。多分探してるもの。別に恥ずかしがってないけど、どういう、あなたは私のどこを見てるの？じゃあ仕事探してる。仕事はある？仕事はある？実は。お。スーパーミュータントが昔のボストン公共図書館を乗っ取ったの。ほう。まだ女の子で人間だった時から。あの場所にはいい思い出がたくさんあったの。おー、デイジーさんのいいスポット。あの見苦しい生き物を撃退してくれたら200キャップ払うよ。お、いいぞ。ちょっとデイジーさんに金を要求はちょっとあれだわ。取引成立だ、デイジー。ありがとう。ねえ、そこに行くことがあったらこの本を代わりに返してくれない？ほう、今更。女のどれぐらい延滞してるかは聞かないでね。相当延滞してそう。返却期限が過ぎた本、俺なんか前もそれなんか適当に拾っちゃったことあったな。まあ いや、じゃあこれが次回生放送するときにやれたらやってみるか。はい、というわけでね、なんかエルビス・プレスリーことディーコンがなんか古い高速道路の下にホイホイ来てくれっていうもんでホイホイやってきたんだけど、結局どんなお仕事のご依頼があるのかどうなのかっていう。どうもこの辺、あ、いた。あれ、これディーコンじゃなくね？待って。あ、ディーコンだ。あ、ん？本当は金髪なのか？お前と合わせてこの面にしてきたんだけど。ディーコン、あんたか？あんたか？変装とか？これはウェイストランド人だ。ほう、変装してんだ。グラサンは買えないのな。山だ。クソ野郎、下がってろ。うまいだろ？あなたのために顔は交換しない。アメリカンジョーク。顔は変えられる？いや、多分そういうことじゃない。騙されるとこだった。危うく気づかないところだった。それが目的であり、仕事だから。ずらがないとわからないわ。レールロードは最近、ハゲなのか。オールドノースチャーチしか使っていない。
前の基地はスローカムズ城の下にあった。スローカムズ城。インスティチュートに見つかったけど、設備は充実していた。スローカムズ城の下？ドーナツ店の下に基地が。そうなの。ドーナツ店なの。スロー。居心地は悪くなかった。まあ破壊されるまではね。破壊されちゃったのか。運が悪かった。それ以上だ。それ以上なのか。生き残った者たちに物を持ち出す時間はなかった。だからその時に持ち出せなかった大切なものを。ああ、なるほどね。その時に逃したものを取っていくのか。大切なものって何？具体的に何を探してんの？中に入ったら教える。納得できないのはわかるけど、情報を伏せていたおかげで組織が救われたケースが今まで数えきれないほどあった。でも情報知らないのか、ならば死ねってならない。彼もしくは彼女が基地の情報を持っている。はい。飛び込む前に情報を聞き出そう。オッケー。ここは俺が先に行く。かっこいい。レールサインを探してるんだ。はいはい。組織の者同士でメッセージを送るときに使う記号だ。どんなものがあるかというと、合図に合言葉、秘密の受け渡し場所、秘密の握手なんかもある。まあ握手はあまり浸透してない。なんかいろいろあるんやね。それは外。ツーリストが残した痕跡があるはず。それを探せばいいのか。痕跡な。レールサイン。どれや。これか。真ん中の矢印が方向を示してる。わかりやす。ツーリストは先に行ってる。このまま進む。もうちょっと抽象的な感じで、これは左の意味だとかじゃないんだ。もう矢印もまんまわかるやん。まあまあまあ、何の矢印だろうってなるよね。基本的にね。さて敵はどうなのか。これじゃあもうエルビスについてってんのに、俺がエルビスになっちゃってるし、もう。しかもなんか若干キャラがあれなんだよな、ニックンと被ってんだよな、帽子的なあれが。別のレールサイン、そこにある。どうどうどう。どれ。ああ、ほんまや。これか。ちょっとガバガバな僕にはちょっと見逃しかねないよ、これ。こんなゆっくりちんたら進んでいくんですか、ディーコンさんは。おゾンビ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 ふうふうおおおおおおお生きかけとるやんこいつ。おおおおおどうしたどうしたどうしたこれなんかすごい痙攣してんだけど、あダメだこれ、全然死体が拾えない。ビク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 、あいつはダメだ、ビクンビクンになっちゃった。あーすごいビクンビクン。おお、こっちに乗るんかい。肉買いにしてやったぜ。お、これはヌカコーラクワンタムバースト。ヘアピン、キャップ。ふう。他にレールロードサインあった。まあこうやって情報をねきっちりなんかこう分ける感じでいかない、分けるというか隠す感じでいかないっていかないだろうね。あの人か。近くに仲間がいるっていう。ツーリスト。ほうほう、じゃあいつじゃねえの。会話は任せるよ。え、彼が何を言ってきても店の中にあると答える。店の中に。いいね。オッケー。待って。うん、待ってって、俺が、そっちが言ったんじゃないの。待って、そのちょっと相手見させてや。どうでもいいけど、コルベガがすぐ目の前にあるところだったんやな。とりあえず、お、この格好で行けばきっと行ける。この格好ならね、相手の警戒心を解くことが可能。いや、わあ、すごいか。ガイガーカウンターを持ってるか。ガイガーカウンターが必要なんだ。リッキー、レール、ああ、もう何、店の中にあるじゃなくて、レールロードの合言葉って言っちゃった。店の中にある。店の中にある。彼は何者だ。本部の話だとここに来るのは一人だ。二人じゃない。すまない。俺は新入りだ。彼に教えてもらった。え、そうなの？そういう感じで行くの？わかった。ウォールが証人だ。俺は死んだと思ってたら、そろそろ本部のバカ野郎どもがここに到着する時間だった。状況の確認。状況を説明してくれ。引き受けたのは簡単な T シャツの仕事だった。ほうほうほう。だがお前たちのスローカムズ城にはツルツル頭のクソ人造人間どもがうじゃうじゃいる。うじゃうじゃいる。正面は要塞化されている。要塞化された先輩。奴らはそこら中に地雷をばらまいていた。ふツルツル頭だからあいつやな、旧型の人造人間やな。
ありがとう。情報を集めてくれてありがとう。役に立つことを願おう。安全になったらすぐに俺はここを脱出する。他に必要なことがあるなら今のうちに聞いておけ。リッキー、リッキー、他に必要なことはなんかあるかな。お、なんかある。陽動作戦、援護射撃、役に立つものは。陽動作戦とかリッキーワンチャン死ぬんじゃないの。でもこの格好ならきっと説得できそう。リッキー、人々が歌で称える英雄になる準備はあるか。すごい説得の仕方。基地を襲撃するから派手に敵の気をそらしてほしい。そんなに重要な役割。お、来た。そう。それなら美しい英雄の歌になるはずだ。俺は奴らが地雷をセットするのを見ていた。トンネルに到着したらツルツル頭たちを倒すのに使えるかもしれない爆発物がある。ほう。計画は？計画があるのか？俺なら地雷源を通り抜けられるはず。マジか。そうすればスローカムズの中にいる人造人間に爆発物を投げ込める。それが成功したら生き残った奴らが俺に群がってくるはず。でも多分。でも多分おそらく。俺は生き残れる。本当に？フラグじゃないよね。やってくれ。犠牲は忘れないリッキー。生き延びたらこの借りは返してもらうからな。死んだら英雄。あ、やば、ハンコン買っちゃった。どんな話を語り継いでくれ。お、マジか、マジか。なんか申し訳ないことをした気がする。いいのかな。まあいいか。ちょっとニックもおいおいって感じだしな。まあ一回ニックにも自爆特攻を頼んだし、ありか。リッキーは暗闇に刺す一筋の光だ。彼は本当のことを言ってると思う。本当のこと言ってんじゃねえの。彼は正直者だ。嘘をつくタイプには見えない。俺もそう思う。ね。この世界で何より大切なのは、俺のあれに朝に乗ってくれたし。自分の直感を信じること。彼の言葉を信じるとすると、正面には地雷、人造人間、おそらく他の楽しいサプライズも待ち構えている。それなら避難用トンネルを通ろう。うんうん。どうしよう。リッキーが地雷源やってくれるって言ってたんだけど。で先に進もうぜ。先に進もう。そこまで先導を頼む。援護は任せて。大丈夫。リッキーを信じるんだ。お前の信じるリッキーを信じろ。